オーナーさんの、今オーナーさんとお話してますけど、彼女は日本人だったとか言ってますね。いやーかっこいい、6発。マフラーはスーパートラップがついていて、スイングアーム多分 CB1100F のかな、ショックごとで、K&E のエアクリに、わけのわからない、なんだろうこのメーカーは、トップブリッジが何かパイプ汎用に変わってますね。これいいな。で、フォージドって書いてあるけど、単造の、スタビ入ってます。で、裏コムを黒く、裏コムだよな、裏コムを黒く塗っていますね。で、シート張り替えで、値段が7900くらいかな、売り物でとおっしゃっていました。いや実にかっこいい、エクセレントなバイクですよね、自分の中で。こちらがオーナーさんです。かっこいい。Thank you.